今日は着物生活に欠かせないドライビンググッズをご紹介します。まずはスマートキーケース。こちらはヤフーショッピングで買いました。某有名ハイブランドの柄にそっくりではありますが、市松模様で和柄なので私としては一目惚れして買いました。実は白ではなくて黒を買ったつもりだったんですが、白が届いてそのまま使ってしまいましたので、まあいっかということで白になりました。付属にマイナスドライバーがついてるのですが、これをなくしたら大変です。ストラップ部分を取り付けるために使うのですが、電池交換などの際にはこのストラップ部分外さなければならないので、このマイナスドライバーをなくしたら外せなくなっちゃうのかなとちょっと心配です。で運転の時に要注意なのがこの草履です。草履やビーチサンダルなどは運転禁止なので、以前は家から靴を持って乗り込んでいましたが、ヤリスクロスは靴を収納する場所が助手席の足元にあります。なのでここにドライビングシューズを入れておくことにしました。なんと旅パンプス、指先が2つに割れているこんな靴を見つけたので、旅のまま履き替えられます。ご紹介するのが腰のクッションです。帯をして車に乗り込むと、ちょっとお尻の部分や腰の部分が隙間ができてしまうので、クッションが欲しいなと思い買いました。Thank you.
は色が気に入ったので見つけたのですが、説明の文章の日本語がちょっと変なので心配ではありました。でもとても良い素材で、腰に当たる部分の弾力もちょうど良いです。実際に運転するときにはお袖が邪魔にならないようなものを羽織るのですが、ちょっと試しに運転席に座ってクッションを当ててみました。ちょうど帯の下あたり、このあたりに空洞ができるので当てると疲れを軽減してくれそうです。以上、着物で車生活でした。